パリ五輪柔道混合団体銀メダリストのウルフアロンが18日 TBSK サンデージャポン日曜午前9時54分に生出演番組コメンテーターからの直球質問にタジタジとなる場面があった写真強くて美人と反響出口クリスタお待ちかねの薄着ショット披露フェンシング女子の江村美咲レスリング女子5 3キロ級の藤波明かり 同76キロ級の鏡優香と共にスタジオに登場したウルフ。4人にアスリートの恋愛事情について質問が飛ぶと、ウルフは、アスリートって練習時間以外は暇なんですよ。時間がないって言っていてもあるんですよと説明。すると、ひな壇の細野厚弁護士からウルフに対して、柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した、長野県出身でカナダ代表として出場した出口クリスタと、 恋中何ですかと尋ねられた。ウルフは同級生で、日本でずっと柔道していたんですけど何もないですと、恋仲は否定。スタジオから、A えと声が飛ぶ中、2人の関係性について聞かれると、ちょっと喋りたいなくらいありますけど、友達くらいな感じでと明かした。また、大会期間中やラインなどのやりとりも聞かれると、いやいやそれはと困惑の色を浮かべた。 13日放送のフジテレビ系ジャンクスポーツで出口と共演した際には、出口本人から私を避けている。目を合わせてくれないんですと指摘され、たじたじだったウルフ。その際のやりとりも踏まえ、これ聞かれると変な感じになっちゃうので、普段の話とかもできなくなっちゃうのでと汗をかきながら再び説明していた。出口はジャンクスポーツに出演した際、視聴者からめちゃくちゃ美人だな、 宝塚スターやん、イケメンすぎて内容なんも入ってこないわら、などの声が上がるなど話題となっていた。